ウクライナがあらゆる兵器を使用してクリミアを奪還すると宣言したね。ロシア軍はすでに弾薬不足で補給路断絶へと繋がり、東部だけが膠着状態となっているな。実際のところ、ウクライナがクリミア半島を奪還する可能性はどのくらいあるんだろう？今回はそんなウクライナのクリミア半島奪還について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦を水面下で着々と進められている中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記がウクライナ軍はクリミア半島を奪還するために、国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用い、あるいは試験的に使用するという内容文を SNS 上で明らかにしたよ。ついに全火力を持ってクリミア半島奪還に乗り出すわけだね。クリミア半島は2014年、当時の新ロシア派でもあり、ウクライナ第4代大統領ヤヌコビッチの政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアの統治下にあるところだな。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると逆に主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると囁かれる大反攻作戦がクリミア奪還を視野に入れていると言って間違いないと思うぜ。面積がおよそ2万6000平方キロメートルのクリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州とつながり国会に突き出した形になっている島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープチ峡と呼ばれる、長さ 30km 幅 8km ほどで陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけてシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているよ。また、島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端にはクリミア半島併合後に、ロシアが架けた欧州で最長を誇る 18.1km の鉄道道路も併用されたクリミア大橋があるんだ。ロシアに併合される以前のウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港を持つセバストポリ特別市に分かれていたけど、同国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に、期間限定で貸し出されていたことから、この共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたね。そして2014年に併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と名前を変えてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市として生まれ変わったってわけ。ロシアが2014年にクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命によって新ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、その政権の崩壊をクーデターによるものとロシアが位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行って統治し、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれたが、その土地に住む住民投票の結果と判断によってロシアが併合を宣言したものなんだ。ウクライナはもとより国際社会の多くの国家が、この併合は非合法であると承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスも活動しているよ。しかし、人口約230万人のクリミア半島では住民の約 60% がロシア人で占められ、ウクライナ国籍の人間は約 24% に過ぎず、住民の約 80% がロシア語を母国語として日常的に話しているため、マイダン革命の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったくらいだな。これは新ロシアという観点から見ても、東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の現象が起きているね。そして、
ゼレンスキー大統領が2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中でウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張したため、身の危険を感じた多くのロシア系住民がクリミア半島からロシア本土へ脱出したみたい。クリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開するロシア部隊の出撃地となった場所でもあり、昨年4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民は今までの経緯から不安を強くしているんだと思う。ゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括していてクリミアタタール人でもあるタミラ・タシェワ大統領代表が、ウクライナの国営テレビに出演して2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに住民が不安を募らせていて、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べたよ。2014年以降、クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとゼレンスキー政権から言われていて、ウクライナがクリミアを奪還した際にロシア系住民にはウクライナの法律や国際法が適用され、強制的に国外退去処分となってしまうことを恐れているんだろうな。また、クリミア半島の先住民族であるタタール人を支援している、エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいてロシア系住民の多くは、いずれウクライナ軍が近い将来、クリミアを解放すると感じており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べていたぜ。2022年8月にはクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が高いと報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子の映像が SNS でアップされていたんだ。ウクライナでは2023年4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアや、ロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが同島を併合した2014年2月以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに共鳴した住民に対する政策などが示されていたね。ウクライナの脅しによってクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・アクショウノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようと努力しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。